浅草ロックザロックザは東京都台東区浅草2丁目にあるストリップ劇場。1947年8月15日創立。客席数129席。運営は東工業株式会社。現存するストリップ劇場では最大手にして最古産である。全国に同名のストリップ劇場が存在していたが、当劇場の系列店がほとんどであった。 そのため、陶劇場も、浅草ロック座と称している。東方の副社長であった、旗豊吉にストリップ賞の有望性を説かれた、宇都宮の実業家、草野稲穂と三遊間の支配人であった、松倉牛志が1947年に、国家工業株式会社を設立し、旗を顧問に迎えて開業。翌年、松倉が草野から経営の全般を引き継ぎ社長に就任して、 東洋工業株式会社の経営になる。第二次世界大戦後の浅草の中心的存在となり、特に浅草のストリップ工業は東洋工業と中営がしのぎを削って発展させた。1960年代半ばより、ストリップ工業は関西発祥のイザ雑な祥が主流となり、東洋工業はストリップ工業からの撤退を決意。浅草、新宿、 池袋の各フランス座を閉館し、ロック座も1971年にストリッパー、東八千代子と斉藤千恵子と不工業の契約を結んで事実上手放す。翌1972年に正式に斉藤に譲渡された。以降、斉藤の設立した東工業が経営にあたり、斉藤が築いたロック座チェーンの機関劇場として現在に至る。なお、 1984年に改築のため一旦閉館し、1985年に新築ビルとして再開場した。AV 女優出身者及び現役 AV 女優の踊り子が数多く在籍することでも知られる。映画やテレビドラマなどのロケにも幾度か使われたことがあり、TBS 系列ドラマセーラー服と機関銃の第二話で浅草ロックザーが登場する。 現在、ロックザチェーンには、下記の姉妹店がある。ありがとうございます。